一見何もない、ただのサラッパみたいなね、山の中みたいな感じだったんですけども、ね、ちょっと許可をいただいて、ちょっと歩き回ってみたらこんなに取れました。ね、すごいよね。歩くだけで食材が取れていきます。例えばこれ、イタドリ。見たことありますかね、イタドリ。それからアケビの葉っぱ。そしてヨモギ。そしてなんとですね、クロモジがありました。すごい。これ九州にはないんですよね。九州にはないかわかんないけど、僕の住むところにはないんですよ。クロモジ茶で有名なね、クロモジ。すごくいい匂いがします。ここにいてもクロモジのいい香りがしてきます。これ料理にもね、このまま使えるのでですね、今回ちょっと入れてみたいなと思います。車中泊の時ってさ、実はですね、包丁っていうのがなかなか、持っていきづらいんですよね。本当はだから調理用のハサミがあるといいです。なんだけど、ない時はこうやってね、野菜とかいろんな何か料理に入れるときは、なるべく手でちぎれるものをね、使った方がいいかもしれない。これ今油揚げもね、手でちぎりました。先ほどの野草を手でちぎって入れていきます。野草はこうちょっとね、こう新芽の部分を取るといいんですけど、結構硬くなるときがあるので、新芽も硬いときがある。特にこの茎の部分が硬いときがあるので、なるべく細かくしてあげるといいですね。あとはね、油揚げ、きのこ、だそを、ツナ缶、あとは、醤油とみりんとね、塩で味付けするだけの簡単なね、料理。これを僕はね、飯盒で炊いた玄米にのせて食べるのが好きです。特にこういう油のものっていうのはね、キャンプ場とかでは、捨てたり洗ったりが難しいので、車中泊の時はこうやってね、拭いて、こうやって拭いてね、捨てるようにします。ちょっとお水を入れて煮込みます。あ、いい匂い。こんな風にすぐに火が通りますので、あとは味付けをしていきます。醤油とみりんと、お酒とか塩とかも普通のオーソドックスな味付けですね。ということで、できました。飯盒玄米の野草の煮物のせ。それではいただきます。美味しいけど、香り高いな。黒文字のハーブ感というか、独特の香りがすごい爽やかな煮物になった、これが美味しいかどうかは人それぞれだな、ここはありです。初めて黒文字入れてみた。パスタとか洋風のものの方がいいかもしれないね。